こんにちは、サラです。今回はですね、落ちにくいリップランキングというのをやっていきたいと思います。で、前も落ちにくいリップはどれだみたいな動画出したんですけど、その時は蛍光ピンクのやつがやっぱり一番残りやすかったんですね。でも、普段使いやすい色って、まあ、ベージュピンクとか、まあそういう自然なね、カラーを使いたいじゃないですか。なので、今回は使いやすい色で落ちにくくてプチプラ、この3つの条件でやっていきたいと思います。で、今回用意したのはこちらです。じゃーん、ロム&とホリカホリカ、イニスフリー、クリオ、メイベリン、ロレアルパリ、クラビュー、あとウォーターライトティント、比較していきたいと思います。はい、全部塗ってみるとこんな感じです。比較的ね、似てる色で揃えてみました。こんなね、使いやすそうな色で色残りしてくれたらもう最強ですよね。それでは一色ずつ説明していきます。まずこちら、ロム&のジューシーラスティングティント07番です。ロム&っていろいろね、いろんな色があるんですけど、その中でも一番誰でも使いやすいこのジュジュブっていう色をチョイスしました。ベージュピンクって感じの色で、これ基準で他の色も選びました。で、次、こちらも同じくロム&のグラスティングウォーターティントの05番ローズスプラッシュです。なるべく同じ色で揃えて、かつ同じブランドが隣に来るように並べてます。で、次ですね、ホリカホリカの、これね、ちょっと韓国語だから読めないんですけど、なんとかハートグローなんとかグローティントのウィグっていうカラーです。はい、次、イニスフリーのビビットコットンインクティントの3番、こちらマット目のティントですね。で、マットなんですけど、こう塗ってみるとツヤが完全に消えてるわけじゃなくて、若干こう自然な、ほんと素の唇、健康的な素の唇みたいな、そのぐらいのマット具合。次、こちらイニスフリーの、これも読めないな、なんだこれフルーティースクイーズティントの3番です。くすみレッドですね、こちらは。はい、次が、クリオのベールティントデューイの8番。はい、そして次がこちら、落ちないと超有名なメイベリンのスーパーステイマットインクです。これはティントじゃなかった気がするんですけど、その耐久力を比較したいのでちょっと入れてみました。で、カラーは170番です。で、次がロレアルパリのルージュシグネチャー121番です。こちらも、マットリップですね。次もロレアルパリの、ブリリアントシグネチャーです。さっきのルージュシグネチャーの潤いタイプで、色が302番。はい、次こちらです。クラビューっていう韓国コスメなんですけど、こちらのブランドは下地とかが有名っていうか人気なブランドです。これもね、韓国語でちょっと読めないんですけど、色が2番のペールピンクです。で、次こちらです。オピューのウォーターライトティントの、PK01 番です。これはまあくすみピンクではないんですけど、一応定番ということでこれを入れてみました。はい、そしたらね、香りの説明をしていきます。ここからここまでがフルーツ系の香りで、こちらがバニラっぽい香り、ちょっと高級感のある香水っぽい香り、これがバニラっぽい香りで、これもフルーツっぽい香りがします。はい、そしたらまずですね、ティッシュオフをしていきたいと思います。で、今この塗って、で、実はですね、ちょっとマイクが不調で
塗ってから20分ぐらい経ってる状態です、まあ、なのでしっかり、逆に言うとしっかり色が着色しているはず。はい、ティッシュオフするとこんな感じになりました。このアイライナーで描いてるのはブランドのイニシャルとあと色番号ですね。はい、今のところやっぱりメイベリンがめちゃくちゃ強いですね。あとこのイニスフリーのコットンインクの方の03番も強いです。はい、それでは次ですね、ティッシュで強めにこすっていきたいと思います。はい、こんな感じです。まあ結果はそんな変わらずって感じですね。そしたら次は水をつけたコットンでこすっていきます。こんな感じ、まあ、さっきよりもちょっと薄くなって、でこれはなんだ、クリオのベールティントがもうほぼなくなってきましたね。あとこのロム&も薄くなってきました。はい、そして次は、クレンジングウォーターをつけたコットンでこすっていきます。はい、こんな感じです。もう全体的にだいぶ薄くなりましたね。ロム&のグラスティングウォーターティントと、イニスフリーのコットンと、メイベリンと、あとこれはなんだ？あ、ロレアルパリのルージュシグネチャーも結構残ってます。はい、で、ちなみに今拭き取るのに使ったのはこちらのビオデルマです。で、最後はこちらメイベリンのポイントメイクアップリムーバーでこすっていきます。はい、それではいきます。こんな感じです。あー、なんかポイントメイクアップリムーバー使うとさすがにこのマットリップも落ちましたね、メイベリンのやつ。まあ、でもかなり残ってる方だと思います。で、結果なんですけども、メイベリンと、メイベリン、イニスフリーのコットン、コットンじゃない方も若干残ってますね。ロム&のグラスティングウォーターティントの方かな。はい、最終的にこちらの4本が結構強く残りましたので、ちょっともう一回同じ手順で実験をしてみます。はい、先ほど比較的色が残っていたこちらの4種類をもう一回手の甲に塗ってみました。一番左かな、がロムアントのグラスティングウォーターティントの5番で、その隣がイニスフリービビットコットンインクティントの3番で、こちらがイニスフリーのフルーティースクイーズティントの3番で、こちらがメイベリンのスーパーステイマットインクの170番です。やっぱりピンク味の強かったオピューとかが一番残るのかなと思いきや、全然自然なこちらの4種類が最終候補に残りました。ツヤタイプ、マットタイプ、ツヤタイプ、マットタイプ。ではティッシュオフします。はい、ティッシュオフするとこんな感じ。今の段階だとイニスフリーのコットンが一番薄くなってますね。じゃあティッシュでこすっていきます。はい、こんな感じです。やっぱりコットンはね、擦れに弱いみたいですね。はい、次は水をつけたコットンで擦ります。はい、こんな感じ。
水で今こすったんですけど、さっきティッシュオフで一気になくなった色はほぼ変わらずで、ロム&とイニスフリーのツヤタイプが少し色落ちしました。はい、そしたら今度は水クレンジングで拭き取っていきます。はい、こうするとこちらのティント3種類はもうほぼほぼ一緒ぐらいの色落ち具合。もうこのメイベリンがマジで強すぎる。はい、そしたら最後ポイントメイクアップリムーバーでこすっていきます。はい、もうこれでやっとメイベリンが落ちてきましたね。はい、こんな感じでポイントメイクアップリムーバーでゴシゴシこすったんですけど、これでようやくまあ全体的に薄くはなってきたんですが、まだねどれもうっすら色は残ってます。まあでもさすがにメイクアップリムーバーでゴシゴシやったら、まあ、4色とも全部落ちましたね。はい、ということで今回の優勝はこちらメイベリン、もうスーパーステイという名前に恥じない落ちにくさでございました。まあ、ただこちらマットタイプっていうのでちょっと好き嫌いが分かれると思いますので、まあ、今回ね生き残ったこの4種類の中から好きなやつを選んで使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。他にもいろんなカラーバリエーションがあるので、ぜひそちらも見てみてください。ということでプチプラナチュラルな色だけど落ちにくいリップ選手権でございました。気になったらぜひチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。